ブナイ、ブリスブナイブリスとは、伝統的には、ユダヤ人コミュニティの相互扶助組織の名称である。1843年10月13日、ニューヨークで、ヘンリー・ジョーンズ、他11名により設立された、現在も活動しているものでは、世界最古のユダヤ人の五条組織。当初は、イディッシュ語で、同心の友を意味する、 ブンデスブルデル・バンズ・ブルーダーを名乗ったが、間もなく同じか白文字のヘブライ語 B、ナイブリス、契約の息子に解消された。活動内容は、人権向上活動、病院と自然災害犠牲者の援助、ユダヤ人大学生に対する、奨学金授与、名誉毀損防止同盟を通して、人種差別、ヘイトクライムや反ユダヤ主義への反対を含んだ。 多種多様なコミュニティサービスと福祉活動に及んでいる。福祉活動の他に、ブナイブリスはまたイスラエルの熱心なサポーターである。2002年にアメリカイスラエル公共を問題委員会と共に、ビヨンイスラエルと呼ばれる宣言をした。また、2001年までブナイブリスは YMCA をモデルとした、ビ,イビーナビーディスユースオーガニゼーションを講演していた。ビは、 最古のユダヤ人青年組織であり、下部組織に、友愛組織である RF ツアーディーク RF、女性友愛組織 B ナイビー、リスガールズの親組織である。ブナイブリスのカナダ支部は1875年に、設立、同国最古のユダヤ人の互助組織である。近年、カナダのユダヤ人コミュニティを代表する、カナダユダヤ人教会と被験するようになり、より保守的な主張を、 CJC と密接な恩恵派カナディアン11種ニュースに対抗して、その出版物11種トリビューン氏を通して見せている。また、ウナイブリスカナダは、イスラエルの政治に対し公式に不支持を表明する CJC に対し、イスラエルとシオニズムの見解について、リクードに近い。カナダの政界においては、双方のグループは敵対関係にあり、 2000年の連邦議会選挙において CJC のアーウィン・コトラー前会長がカナダ自由党から立候補したのに対してブナイブリスの常務理事であるフランク・リマンがウーハカナダ同盟からの立候補を検討した2004年10月ブナイブリス国際関係研究所所長のマイケル・コリン賞における市民を保護するためにはイスラエルが国家としてテロリズムを支援することが 正当化されるとの発言により、ブナイブリスは批判された。また、民兵を凶暴化させることについても批判されている。ブナイブリスは、ユダヤ人のみのフリーメイソン組織であって、メイソンの裏にあって、メイソンを支配する秘密結社であると懸伝されることがあるが、これは、いわゆる陰謀論に基づく伝説といって良い。確かに、 設立当時のブナイブリスは、フリーメイソンを真似て、組織をロッジと呼んだり、イディッシュの使用、様々な秘技等を有していたが、1920年組織検証において、秘技性と決別する、胸の決定を行っており、ロータリークラブ、ライオンズクラブといった他親睦団体との交流を積極的に展開している。ありがとうございます。